おはようございます。今週は秋の終わりと冬の始まりを描いた文部省小夏冬景色を中心に日替わりテーマを設けてお送りしております。昨日のテーマは時雨、晩秋から初冬の夕暮れを描いた3番の歌詞にある雨の様子をテーマとしました。最終日の本日も歌詞の内容に注目してテーマを予想してみてください。ではよろしくお願いします。毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ラララララ、この歌をあなたと、はい、じゃあ準備体操です。はい、じゃ肩に手を乗せて大きくゆっくり回してください。はい、ぐるん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 、反対回しです。ぐるん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 、発声練習をします。
1曲目は冬景色。明治44年の第一学年用から順次発行された尋常小学小歌集で、冬景色は大正2年に発行された第五学年用に収められています。当時の解説書によれば、三拍子の曲はこれまでに松原遠くの海だけだったことが記されています。そのため、児童は三拍子に慣れていないので、三拍子を意識して旋律を感じ取ることを指導しなければならないと記されています。ちなみに、私たちに馴染み深い三拍子の唱歌、おぼろ月夜、四季の雨、ふるさとなどは第六学年用に収められています。これからもうこの冬景色のような冬の入り口を通り過ぎ、本格的なね、冬になってくると、大雪の地域なんかはね、もうすでに雪降ってきてますけれども、事故やなんか困るけど、やっぱりその酸ヶ湯とかさ、ああいうところに旅行に行ったりする人は、行ったのならやっぱりこう大雪に埋もれる中過ごしたいと思うみたいでね、それを言いたいもんね、それを味わいたいもんね、言いたいしね、やっぱりこう摩周湖に行ったのなら、霧で全然見えないのを味わいたいみたいな、あ、そうなのかな、わかんないけど、だいたい霧なのに晴れてる日に当たったのよっていうのもちょっとありだよね、ありだよね、とこありますよね、ね、そういうのはありますよね、はい。2曲目は高原の宿。今週火曜日に取り上げた長崎の人を作曲した林勲さんが作曲し、歌も歌っています。ダンスパーティーの夜と並ぶ林勲さんのヒット曲です。前にもね、あの茶子さんが昔、読んだ本とか、聞いた音楽とかをもう一回読み返してみたりすると、また印象が違うとか、違う、そういう話もしてましたけど、何かね、そういう昔来た場所とか、お店とかね、そういうの改めて時が経って訪れてみるとまたね、印象が違ったりとか、いろんなね、思いがそこであるんでしょうね、
お店とかなんかも最近はさ、入れ替わりも激しいからさ、道の様子も変わっちゃってたりすると、もうはや、なんだかわかんない。昔住んでた場所とかさ。そうね。3曲目は夏の日の思い出です。タイトルに夏が入っていますが、歌の舞台は冬の浜辺。冷たい風の冬の浜辺で夏の日の出来事を思い出すという歌です。作詞作曲した鈴木同明氏はラジオ東京、現在の TBS のプロデューサーディレクターとして数々の音楽番組を担当した人物で、その一方で作詞作曲家として西田幸子さんの女の意地や日野照子さんの One Rainy Night in Tokyo などを手掛けています。日野照子さんが歌ってましたけど、日野照子さんっていうのはね、ハワイアンを結構歌って、そうですね、こういうタイプの曲っていうのは、例えば以前に、南国の夜っていうね、曲をここでも取り上げましたけれども、それはもともとラテンの曲を
いわゆる日本のハワイアンの人たちが結構レパートリーにしてて、うん、割とこうちょっとしっとりとした雰囲気をすごく醸し出して、うん、なんかこう夜の海みたいなね、うんうん、あと幸せはここにって言うとありますよね、うん、ありますね、はい、秋の夜は更けて、うんうんうん、あれなんかもねちょっとこういうタイプの、うん、はい、ムード歌謡的な人たちが歌っても合うような雰囲気っていうのがね、うん、またなんかこうちょっといいですよね、うんうん、本日は冬景色、高原の宿、夏の日の思い出の3曲をお送りしました。それでは本日のテーマを発表します。本日のテーマは灯火でした。1曲目、冬景色では、3番でもし灯火の漏れ小唾とあり、すっかり日の短くなった冬の日暮れを描いています。2曲目の高原の宿では、灯火という言葉ではありませんが、灯すランプという形で小さな明かりが登場しています。そして3曲目、夏の日の思い出には、私の胸を揺する遥か彼方の灯火とあります。遠くに見える船の光か、あるいは灯台かわかりませんが、その小さな明かりにもすがりたい心の寂しさが感じられます。というわけで、本日のテーマは灯火でした。今週は文部省唱歌冬景色で晩秋から初冬への移ろいを味わってきました。
お付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週。